れどれ、風花も戻ってきたし、デリーのミルクは出るようになったかな。そんな美容で出るんですか。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで秋の月12日目、おはよう。ここはよしよしみんなあれをね、首をめっちゃ上に上げるよね。はい、それじゃあちょっと水やりをしていきますか。こう、そろそろ人参できてもいいんじゃないかと思うけど、まだ一回もできてないんやけど、どういうこと？え、一回もできてないよね。私収穫してないよね。もうなんかすでにさ、後から巻いたさつまいもがまた成長してきてるんだけど、人参どんだけかかるの？どんだけかかるんすか？あのかかしってさ、別に大して何も意味ないんかな。何かしら、何か植物に効果があったりとかは、飾りか。ただの飾りか。可愛いけんいいけども、いいけども、ここや。はい、餌。まだちょっとあれやね。卵の品質が。さあ、それじゃあちょっと動物たちのところを訪ねていこうか。よしよし。かわいいな。でも私的には一番このリス、撫でられうる時のリスがめちゃくちゃ好き。超かわいい。びっくりした。リスかと思った。こっちや。よしよし。ほら、もうこの全力で伸びよる感じ、超かわいいやん。そのまま後ろに倒れるんじゃないかと思うけど。あ、リスと仲良くなったよ。今、スタンプが押された。ほら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 、いいね。見て、もう小猿がね、だいぶ仲良くなったんよね。やった。圧倒的。多分、人以上に。人以上に仲良くなっている小猿。おはよう。いいね、いいね。いや、結構なんか眉毛が、眉毛ないんか別に。キリッとした眉毛とかに見えるんやけど、クマ。さあ、お猿さんや。よしよし。猿とか、なんか動物たちもさ、あの画面開かんでも、表でハートの色がわかるようになってくれたら、いいのに。と、私は思うんです。思うんです。てか思うんやけどさ、こういうね、あんまり来てないところとか、シーフィリさんとかもう全然話してないような気がするに、うーっと出てきた。ちょっと、外に出たくなる？確かに出てきてるね。てか、あとスタンプって何があるんやっけ？猫と馬や猫と馬。あと猫と馬だけか。じゃ、早く馬を飼いたいな。早く馬を飼いたいな。この辺全部大丈夫やろ？お買い物も大丈夫やし、おうちスタンプ、馬小屋、あと家具をとりあえず、何かしら一個ずつ手に入れていったら、スタンプが埋まるかなと。秋の作物コンテストは出るけん。そう、今月の羊コンテスト、間に合わんような気がする。間に合わんような気がするんだよ。これね、秘密道具、あと人間機関車だけなんやけど、それは一体いつどこで手に入るのかしら。ドガシャン地底湖に行くとかいうのもどこって感じやし。全く知らん場所やし。ふわぁ。てかあれだよね、虫とかもなんか色々とゲットしていきたいなと思っているのだけれど、あ、どうも、パスチーさん。そう、パスチーさんもね、なかなかこう、会うことがないけん。いまいち、ハートの色が、変わらないんだ。これ、コオロギやったんや。普通に、イナゴとかかと思ったよ。この辺ってなんか立つんかな？そういうわけではないんか。図鑑があるんかどうかがわからんけんさ。
なんかもしあるんやったら魚とかもめっちゃ釣りたいし、あの虫とかもめっちゃ取りたいなと思うんやけど、これは一体どこか、あ、ここか、大きな化石のところか。なんかいまいちよくわからんけんさ、こうあんまり自然のものを取ってないんよね。え、でも別に牧場物語にそういう要素なかったような気がしなくもないんだけれど、てかなんかめっちゃ曇ってきたね。あれじゃない？曇りの時にもなんか、あ、ヤッホーティラルちゃん、早めに戻っておこうかなって言いながら今来たよね。今来ましたよね。あのコッコを曇りの時にも外に出しておいてはいけないって前にコメントで見たので、やっほーい。秋って元気湧いてくるんかな、ちょっとよくわからんけど。はい、餌でも食べてな。よっと、これがイナゴか。見た目の区別があんまりつかんないやけど。あ、でもなんか星が 2.5。 すごくない？あ、こっち3やん。マジで？イナゴの方が価値が高いのか。私にはよくわからないんだけど。まあ、とりあえず、お、網を持ってなかったわ。どうも。いないなぁ。おや、なんだ、のび太くんか。もしかしてあれですか？まだ、コロボックルを探しておいでで。まだコロボックルを探しておいでで。あー、ミミコ。ミミコと話してなかったね。今、スネオが。スネオー。なんか怒られた。めっちゃ怒られた。ちょっと待ってね。あ、まだ開いてないんやっけ。開いてないわ。何時かやった？ 12 時からか。じゃあここで寝ます、私。おやすみ。そして、おはよう。開いた？え？もしや今日は休みとかそういう。はぁ、定休日！定休日じゃねえか。なんてこったい。なんてこったい。ちょ、待って。なんだ？そんなとこからなんかあったっけ？困ったのう。デリーがミルクを出してくれないと明日から日課のミルクが飲めなくなるのう。やっぱあれな、三人とも動物たちの名前は把握している感じ。せめてラムちゃんの分だけでもなんとか出してくれるといいんだけど。そんなん言われても困るよね。体調不良とかもあるし。何を絞り出すの？は？ミルク以外に何があるよ。のび太くんじゃないか。なんじゃったかの？え？ここにいるデリーちゃんがミルクを出してくれなくてね。昨日までなんともなかったんだけど、一体どうしちゃったのかしら。わしらはまだいいんじゃが、ラムは育ち盛りじゃ。朝のミルクを欠かすわけにはいかん。一日ぐらいいいんじゃないかな。それでミルクを絞り出そうとしたのか。それは確かに困ったね。せめてどうしてミルクが出せないのか理由でも分かればいいんだけど。理由か。そうか。何？待てよ。ウルさん、ユウさん、ラムちゃんはどこ？ラムちゃんなら今、誰だったかしらね。そうだわ。羊の誰かをお風呂に入れているのよ。誰か。それがどうかしたのかい？ラムちゃんならデリーがミルクを出さなくなった理由がわかると思って、まあ、話せるもんね。なるほど。確かにそれはいい考えね。おじいちゃんおばあちゃん、タオル知らない？あ、のび太お兄ちゃんこんにちは。今ね、ふうかちゃんをお風呂に入れたの。ふうかちゃん？ふかふかだからふうかちゃん、そういう。かわいい名前だね。柔らかいんだろうな。いいな、もふりたい。でしょ？洗ったばっかりだからこの後乾かしたらもっともっとふかふかになるよ。おやおや、それはよかったわね。
あ、そうだ、ラムちゃんに聞きたいことがあるんだった。おお、そうじゃった。テリーの調子がどうも悪いみたいなんじゃが、具合でも悪いのかさっと聞いてくれんかの。そうなの？テリーどっか具合が悪いの？わかる？うんうん、そっか、ごめんね、誰にも言ってなかったね、心配かけちゃった。テリーはなんて言ってるの？なになに？朝から風花ちゃんがいなくて心配で見に来るどころじゃないみたいなの。それは風花ちゃんってさっきまでラムちゃんがお風呂に入れてたっていう羊の、うん、おお、そういう、そうなの、誰にも言わなかったからさらわれたと思っちゃったみたい。よしよし、ちゃんと今連れてくるから待っててね。なんじゃ、そういうことじゃったのか。動物にもそういうのあるの。ありがとうラムちゃん、ほらこのタオルを持っていきなさい。それはどこから出てきたタオルですか？新しいの？おばあちゃんありがとう、すぐ戻るね。てかお父さんお母さんとかおらんのかな、ラムちゃん。はや。え、もう拭いたの？ここで拭くの？じゃーん、そんな秘密道具みたいに出されても。早い。ふうかちゃん、デリーが心配してたって。あ、ってことはもう拭いたんや。デリーのところに行っておいで。仲良しだね。そっか、いつもここで2匹でおるっけ。羊も牛もみんな仲良しなんだね。喧嘩してもラムがちゃんと仲直りさせてるからね。やっぱりラムちゃんはすごいや。どれどれ、風花も戻ってきたし、デリーのミルクは出るようになったかな。そんな美容で出るんですか？そういうもんなの。はいや、水道ひねったみたいに出るやん。すごい、本当にミルク出るようになった。大したもんじゃ。じゃあお礼のミルクとかはないっすかね。これで明日の分のミルクの心配もなくなったわね。僕もラムちゃんみたいに動物と話せるようになったらいいのに。そのうちのびたお兄ちゃんにも教えてあげるよ。本当？他の子のお風呂があるからまた来るんだよ。わかった、楽しみにしてる。さて、ブルさん、ミルクも集まったし飲めるようにしましょうか。おっと、そうじゃった。またね、今度遊びに来てね、のび太くん。ミルクが出るようになったら追い払われたわ。つらつら。ちょ待って、もしかしてこれは違った。コオロギかと思ったけど、いつも同じ場所で同じ虫が取れるんやって思ったら全然違ったわ。あ、ここで最初取れたのコオロギやったもんね。うわ、しかも星が 0.5 しかなかった。やっぱいろいろと違うんや、差があるんやね、大きさとかかな。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、今日も私はレシピを何かしら買おうと思ったのに、毎回ね、こういう時に限って閉まっているという、運がなさすぎるんですけど。